あのヒーローは今。今日のゲストはビッグバッドボスを倒し、この銀河に平和を取り戻したコンビです。ラチェット&クランク。ではあなた方の最近のご活躍をお聞かせください。あれ以来すっかり有名人で、いろんなところからたくさん呼ばれて、毎晩パーティーさ。闇鍋パーティーとかっすね。そうだっけ。ああ、でも最近は落ち着いたかな。最後に呼ばれたのはプレミア試写会にも呼ばれたっす。そう、あれって確か先週？半年も前っすよ。今はもっぱらうちでトレーニングだね。ヒーローとして。今は OS をインストールし直してるっす。ほんと、どっかで事件起きないかな。誰ぞおらんか。やっと見つかりやった。ようこそ。なんだ。私はフィジージェット、メガコープカンパニーの創立者である。メガコープ。突然連れ込んで申し訳ない。だがガガガ銀河が危機的状況なのだ。早く大至急早急に喜んで力を貸してもらえんかね。実行不可能なミッションを見事遂行してほしいのである。理解が不可能っす。ほう、オイラたちヒーローの力がいるってことかい。その通り。数日前、我が社で開発中の戦略商品プロトペットが盗まれてしまったのだ。犯人はマスクをつけた謎の盗賊。どうか君たち取り戻してくれんか。やるよ。反対っす。スカンク君の反対は予想済みだ。そこで特別ボーナスをやろう。もし君が OK と言えば、これだけのものが手に入る。大都市メガポリスの高級マンションに、ミスロボットユニバース。OK! ラチェット君、君にはパワーアップしてもらいたい。ガガガ銀河に移動の間、特別トレーニングを受けてもらう。そのメニューは、空手、重火器、サバイバル、忍者、レースにダンスに折り紙。バイポーラベクター探知機が全宙域をスキャンしたところ、セクター7の空中要塞を発見した。要塞に潜入してプロトペットを回収したまえ。では出発します。メガコープ社製のコマンドマチックアーマーとヘルメットをご利用いただきありがとうございます。ご利用に先立ちまして、機能のご説明をさせていただきます。まずヘルメット内部に映るゲージの説明です。これはナノテックの現在の量と最大値。ナノテックはあなたの体力、なくならないように気をつけましょう。これがナノテックの一目盛りです。コマンドマチックアーマーを着ることで、ナノテックの最大値を増やすことができます。最大値を増やすために敵をたくさん倒しましょう。倒すとナノマイト成分が放出されます。アーマーがナノマイトを吸収し、バーに溜まっていきます。バーが満タンになると、ナノテックゲージが一つ増えるのです。強い敵ほどたくさんのナノマイトを放出します。ヘルメットには装備を確認できる機能もあります。これは現在装備している武器のアイコンと残りの弾薬量です。メガコープ社製の武器で敵を倒すと、ナノマイトは使っている武器に吸収されます。このバーが溜まっているナノマイトの量です。満タンになればその武器がアップグレード。クイックチェンジメニューやポーズメニューの中でも武器に同じバーが表示されます。コマンドマチックアーマーとヘルメットで素敵な冒険をどうぞ。そして銀河中に広がる当社のショップで最新モデルのチェックをお忘れなく。こちらラチェット、盗賊の空中要塞に接近中です。ご苦労、期待してるよ。了解。以上、通信終了。あ、なるほど、ガードボットを壊してここまで来たんだな。ああ、違う違う違う、オイラはただのメカニック。こいつは直しに来たんだ。ご苦労さん、メガコープのスパイめ。始末しろ。いった
通商会だ。トラブルか？任せな。ああ、保険のつもりで頼むよ。金さえ出しゃ結果も出せ。いいな。ナビデータを送るから、そこで会おう。信じられん。よくぞ戻ってこれたな。無事に。実はちょっと問題が起きちゃって、正体不明の盗賊がプロトペットを連れて逃げたんです。であるか。ならこの映像が手がかりになるかもしれん。ここの銀河のマップは置いているかい？セール中だよ。今ならちょうどおまけがついて、なのに一冊分のお値段。これだけでいい。ああ、財布を忘れた。代金は代わりに払っておけ。防御システム解除されました。お釣り忘れてるよ。行かなくちゃ。いらはいいらはい。お客さんが揃ったら早速実演販売始めちゃうよ。じゃあ手伝ってくれる人誰か。そこの君、お名前は？ラチェット。うわさて見てくれたかな。これがトラクタービームの威力だよ。皆さん参加者に拍手。さあ本日の目玉商品に興味はない？毎度あり。これほんと役立つよ。ラチェットいるか？応答せよ。今到着しました。さて奪われたプロトペットの新しい情報である。盗賊名は我が社のメガリゾートに逃げ込んだらしい。その上サッグ紹介のジャミング衛星で通信まで妨害しておる。そいつもぶっ壊す？もちろん。人気番組ガラクチックアリーナの中継ができんのだ。まあ見てくれ。お得なら自問自答せよ。ヒーローでもいい、大バカ者でもいい、この銀河一ヤバい奴らと戦う勇気があるかどうかを。勇気を持った大バカ者こそがグラディエーターだ。メガビュー TV の生中継ガラクチックアリーナは今夜もグラディエーターどもが熱く戦うぜ。では食物連鎖界のエリートたちを紹介しよう。こいつがチェーンブライド。チェーンブライド挑戦者たちに容赦なく襲いかかり、連続500試合で未だ無敗。バイオ部門切っての怪物だ。またやロボティクス部門からはそうこいつ。4本の足が挑戦者をなぎ倒す様は迫力満点。 B2 ブローラーブローラーブローラー。戦闘マシンをよろっているカーボノックス合金の6トンボディは獲物を刈り取るスペシャルメイド。情けの荷物は全く無用。さてもうわかるだろう。チェーンブレードと B2 ブローラーをお茶の間に呼ぶには今すぐ電話で申し込め。ガラクチカリーナはメガビュー TV だけのスペシャルプログラム。チェーンブレードね。ナビデータゲット、出発します。下手な鉄砲も数打ち当たるであるな。何にせよ盗賊めがサッグ紹介を雇っているとは厄介だ。なら君もサッグどもと接触せねばなるまいな。それって危険じゃない？いやいやいや、まあその実はその通り。いいさ。こんな奴らだ。風が頬をなで、太陽は肌を焼き、
虫は歯に付く。それがデザートライダー。デザートライダーに入る前はロンリーハートの持ち主さ。顔はまずいし、息は臭いし、人に言えない趣味まであった。だが今はかけがえのない仲間がいる。仲間とクッキーを焼いた。だろ。でもって次はみんなで編み物するぜ。仲間が欲しい君、今すぐ仮会員になって銀河一ヤバいレースに参戦だ。優勝して仲間の証を手に入れろ。サッグ紹介のナンバーワンレジャーデザートライダー。やつらのバイクもメガコープ製、君にも扱えるはずだ。ともかくやつらと接触してくれたまえ、健闘を祈る。さあ用意はいいか。今夜のメガバトル、飛び入り挑戦者を紹介しよう。こいつだ。グラディエーターたちを全て倒せば彼は最新鋭のガラメカをゲットする。もし返り討ちにあったなら参加賞はこちら。それではバトルスタート。Ladies and gentlemen、 史上初にして唯一の飛び入り勝者はこいつだ。同時にチャンピオンシップへの参加権もゲット。賞金を稼いでくれ。わあ、記念車マシーンだ。何に首を突っ込んでいるか分かっていないようだな。さっさと自分の銀河に帰るんだよ。さもなければお前もこうなる。何も起きないっす。あれじゃなくてこうなるかも。そういうこと。なんてひどいことしやがる。あ、今降りてく。わあ、このバカ人。待ってな相棒、今直してあげるからさ。円周率の最後の数はで、クラウク、ラチェットだよ。ラチェット、ここは一体、変な夢っすね。現実だよ。早くここからどんずらしなくっちゃ。私ならあのエアダクトを通れるっす。やったなクランク。朝飯前っす。行かすぜ。じゃあプロトペットを探しに行こう。よ、虫けら、うちの従業員の接待じゃ不満があるって聞いたんでな、俺様が直々に相手だ。わあ、スイングショットにグラインドブーツ。モトブ操作じゃないね。下に入れて、改造したいガラメカを下に入れて。あ、なるへそ、武器の改造屋さんか。そう、お客さんの持ってるしょぼい武器を私が、ちょいと強力な武器に改造してあげようってわけ。ね、やるのやらないの、見つからないうちに早く。以降だ、成功したよ。は？これはサーミネーター。水を氷に、氷を水に変えたりできるのよ。この発明大成功。ガラクトロンからボーナスもらえる。ねえ、あんたが氷漬けだった間にさ、ガラクトロンはこの銀河から撤退しちゃってるよ。今はもうメガコープ一色さ。それ、本当？ねえ、これ買ってくれない？さあ、おっと、そうだ、メガコープに就職しよう。あら、ごめん遊ばせ、真空管割っちゃっただけなのよ。直そうか？あらま、最近の子は気軽にナンパするわね。嫌じゃないのよ。年の差がありすぎると臆病になっちゃうのね。私、ガラクトロン設立以来ずっとこれ売ってるから。なら、それ売り物かい？
古くてもいいものなのよ。おい、なんだいてめえら。そのロボット、可愛がってやろうじゃねえかよ。やめなきゃギタギタにしてやる。なんだい、怒鳴るなよ。ポンポン痛いよ。ああ、でもさ、聞こえないんだもん。わー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 、君も怒鳴るの？大丈夫っすよ。我々もデザートライダーっす。ほんと？じゃあ君は僕たちの仲間なのかい？もちろんっすよ。レースにも出ちゃうっす。なら俺のバイクを貸すぜ。あんた優しそうだし。でもちょっと壊れててな。任しときなブラザー、ちゃんと直すっすよ。いいレースだった。ほらヘルメットあげるぜ、仲間の証よ。ありがとうっす。おっと、ボスからの通信だ。従業員に業務連絡だ。まずはな、給食室のおやつをつまみ食いしたバカチンがいるらしい。俺様が1対1で締めて。おい、つけるんじゃねえよ、凄みが出ねえだろ。ブルーファン。で、今度の集合場所はだな、いいか、このバカ人どもよ、フェルソン惑星隊セクター 12345、 算数の苦手なやつは体に書いとけ。あ、それから社員ピクニックの話だが、おやつは100ボルト以内だから。おい、いたずらすんじゃねえよ、てめえ下げるぞ成績表。大丈夫、ボスが怒鳴るのには慣れてる。いいっすね、部下とボスの絆。今の映像を見た？見えなかったっす。発信地点を逆探知できないかな。ええ、次の目的地に向かう手がかりっすね。攻撃を受けたっす。逃げ切れない、反撃するしかないや。やったー、ひょっとして天才、天才？あ、いや、困難な戦いだったが訓練通り冷静に。待つっす、何か受信してるっすよ。5度目でやっとつながりましたね。サグ紹介様に BKTN 様から通信です。ああ、 BKTN？ ではおつなぎします、どうぞ。バカチン、うん、高い金払って雇ってるってのに、お前の部下は仕事サボってピクニックか。あ、いや、会社の福利厚生。うるさい、もう集合地点にいるんだよ、早く部下を送り出せ。さもなくば金は払わない。おいおい、こっちも都合があんだよ。ああ、で、ちしょうめ、ちぇ。逆探知はナビデータゲットっす、すぐに向かうっす。なあ、無線の具合はどうだい？どのチャンネルっすかね。わお、ロボットチャンネル変えちゃって。な、なにそれ。伝説の銀河の英雄から転落したキャプテンクォークの無様なその後についてシリーズでお送りしています。ラチェットとクランクに正体を暴かれたクォークは、その後ガラクトロン製を語った商品を売り始めました。その名も脱毛マシーン。しかしこれは欠陥商品で、体のデリケートな部分を痛める恐れがあるとして訴訟問題にまで発展しています。あのヒーローは今、次回をお楽しみに。やっと理由がわかったよ。奴が逃げている理由っすね。オイラのお尻が最近チクチクする理由のことだよ。そうっすか、もうすぐ目的地に着くっすよ。一足違いだ。またタイミングが遅いっす。なぜっすかね。うん、いいや、どこに向かったのか調べようぜ。シュ、あんた宇宙船を、改造したい？でも掴まれたくもない。ならうちにおいでよ、秘密原子のチューン工房 X。 武器だってシールドだってハイパーモジュールだってお好み次第、早くて安くて何と言っても秘密原子。もしもノーマルシップに力不足を感じたら、普通のパーツなんてつけないでさ、思い出してよ。
チューン工房 X。 もちろん連絡先は秘密。改造か。ふん、寄り道しても損にはならないかな。うん、じゃあ、あの工場に先に寄ろっか。きっと何か手がかりがあるさ。彼らにも聞いてみるっすよ。ここで誰かもしマスクの盗賊を。私が聞いた方がいいっすね。ピポパポピポパポピポ。ちょっと前にマスクの客が来たそうっすよ。注文の通信が残ってるらしいっす。見せてくれるって言ってるっすね。ボルトを払えば。注文の品、おい、いつの間に。あ、なんだよ、コンテナで2つ塩酸を追加してもらいたい。うわやっぱり追加は5つにして、それと4箱の流体水素。痛いな、もう。いや、この際ニトログリセリンも6。ジロのこと前にしといて。じゃ、急ぎで頼むよ。なあ、おい、なんだよ。そりゃいい。今のギャグ最高。仲間外れかよ。追っかけようぜ、最高。お前らの負けだ、メガコープめ。金のための環境破壊はこれでもうおしまいだ。お別れさ、このまがまがしい化け物と。それでは。そうはさせない。のろまめ、大企業の犬が。おっと、相変わらず可愛いっすね。お、追いかけなくてもいいっすか。別にいいよ。プロトペットフィジージェットさんに渡しちゃおうぜ。ハチェット、スパンク、何であるか。任務は完了しました。プロトペットは無事取り戻しましたよ。それはすんばらしいね。完璧にやりやったよ。最高のコマンドだね。お役に立てて光栄っすよ。プロトペットはどこに連れて行けばいいの。ではメガコープの歴史的な採掘エリアに来なさい。まあ紹介映像を見たまえ。たゆまぬ銀河の発展に貢献するメガコープ工業株式会社は惑星タボーラに進出しました。最新鋭の近代設備を誇る採掘エリアにぜひ一度足をお運びください。遥か昔、この惑星は猛獣の生息する密林に覆われておりました。しかしメガコープ工業の環境改善技術により貨物輸送に便利な砂漠に変えることができました。労働環境もまた最新鋭の全自動マネージメント方式により賃金を抑えつつ24時間稼働をいたします。株主様には莫大な配当をもたらすでしょう。メガコープ工業株式会社は利益の飽くなき追求のために今日も邁進し続けます。投資センターにお電話を。採掘エリアはまだ稼働中っすか。もうやっとらん。記念碑みたいな場所だ。さあ、ナビデータはダウンロードしたかな。じゃあ向かうよ。なあ、降りてきたぜ。ペペレペペペレペペペレペレペレペ。何なんだ。問題ない。ちょっと着陸地点にゴミがね。あれはゴミじゃないっす。問題ないのであるよ。保険が降りる。ん？じゃあ例のブツはどこかね。はい、それそれ、やっと計画に入れるのである。さて帰ろうかね、翔くん。音楽でもかけよう。これかな。うわうわ。まあいいか。あれはわざとやったっすよ。いやちょっとボケてただけだよ。いやだってあんな
ほら、外に出て助けを待とうぜ。ガラスを割って電池を取り出せと書いてあるっす。待つっす。ガラスを割る岩、ただしガラスケース入りってのがこっちにあるっすよ。これはパズルっす。ってことは、岩を出すためには。溶けた。さあ、プロトペットを返せ。そりゃ無理だ。3秒だけ待ってやる。1、2、3、キャッ！あ、女の子だね。それがどうしたっての？プロトペットはどこ？フィジージェット氏に返したっすよ。ああ、それじゃ銀河は大ピンチのままじゃない。でも時間はないよ。あんたたちのおせっかいのせいで。もし本当のことを知っておきたいんだったらさ、ここを調べな。おや、まあ、ダミーボットでよかったですね。メガコープのテストプラントではあなたとご家族を守るため製品の安全性をチェックしております。紹介しますは、皆様の安全のために廃棄した製品の一部です。遅刻防止マシンに超強力ネズミ捕り、ずり落ちないパンツに庭付き一戸建て忍者屋敷、テスト済みのトースターはもう爆発しません。メガコープテストプラントは皆様のお役に立っています。あの子どういうつもりだい？まさか銀河のピンチってトースターの爆発？確率 0% っす。でもテストプラントは調べておきたいっすね。ああ、船どうしよう。にゃむーにゃむー、こんちはっす。なあ、オイラの船だ。所有こそは幻想、オイラの船は宇宙のもの。いや、違う。どう見てもオイラの。しかし乱れておるよ、気が。クリスタルの力で整えねばならん。クリスタルすか？クリスタル、そこの砂漠でよく見るかも。にゃむにゃむ。なあ、他に方法もないから砂漠に行ってみっか。おとぎ操作じゃないね。下に入れて、改造したいガラメカを下に入れて。あ、なるへそ、武器の改造屋さんか。そう、お客さんの持ってるしょぼい武器を私が、ちょいと強力な武器に改造してあげようってわけ。ね、やるのやらないの？見つからないうちに早く。おお、クリスタルがわしにビンビン語りかけてきておるぞ。にゃむーにゃむーにゃむー。見た？感動したよ。クリスタルを持ってこい、高く買い取ってやろう。は？にゃーん。なあ、通信機も直ってるかな？あのヒーローは今。栄光の階段を転がり落ちるキャプテンクォークの続行です。脱毛マシンの問題で銀河裁判所は彼に対して総額60億ボルトの損害賠償命令を下しました。そして2日前、ホワイリゾートに高飛びしようとしていたところを当局に発見され逮捕されました。ところが収監された翌日、なんと彼は脱獄に成功したのです。全てを水に流し、あのヒーローは今。次回をお楽しみに。バカだな、クォークって最高だよ。最低か。証明、すべて証明してみせるぞ、この私が。また変なのが出てきたよ。それは不正解。お前さんのその頭を胴体から引き算してやってもいいぞ。論理的にですね、それが何なのか教えてほしいっす。あそこにあるバトルサテライトで勝負をして勝てばいけるメガコープゲーム、お前たちの強さを証明してこい。プラットフォームは生きてるっすね。
ポートに接続して。すげえ、バトルサテライト行くぜ。おい、また会ったな。意外とやるな。お前たちの強さを証明するチャンス。次はメガコープゲーム。メガコープゲームにようこそ。プレゼンテッドバイメガコープ。さて、挑戦者が最初に予選で戦うのはメガコープの精鋭グラディエーターチーム。だが予選を生き延びても安心はできない。金網でスマッチの点を荒くの井戸が待っている。おっと、規定種目にはホバーバイクレースもあるぞ。相手はメガコープレーシングチームだ。警告、メガコープはゲーム中の事故傷害死亡、その他の損失について一切責任を負いません。自己責任でどうぞ。メガコープゲーム、合言葉はメガ。オッケー、ここがコアターミナルだ。なんか情報引き出そうよ。このエリア全体にパワーが来てないっすよ。そっか、メインテナンスボット呼ぼう。あいつ追いかけて自分で直そう。じゃあプロトペットの情報を引き出そうぜ。なんだ？この形はボルトっすよ。はぁ？コンピューターまでお金取るのかい？絶対この銀河おかしいよ。私、ドクターフルグラッターが実験体13号についてレポートします。なお、極秘情報につき、これを見た一般社員は自動的にクビです。 DNA 解析によれば、実験体は穏やかな習性を持ち、外部からの危険に対する攻撃本能は抑制されるはずでしたが、観察中に血中モンストログロビン濃度が極度に高まる現象が何度も発生し、習性も劇的に変化しました。凶暴化です。凶暴性を中和する試みの成功には至らず、わずか生き残ったスタッフは実験体をメガコープ新宇宙処理施設にて永久処分すべきとの意見を寄せております。あ、コンピューターの記録ではこの報告を見たのは我々だけっす。じゃあフィジージェットさんもまだ。知らせなくっちゃ。ヤッホー、つながった、やっとだよ。あの、報告です。ビデオによればプロトペットは人を食べちゃって、つまり凶暴なんです。ああそう、ああ砂糖ミルク全部抜きで。こっちの話も聞いてよ。あのプロトペットには致命的な凶暴性があって。ちゃうちゃう、なしなしで。ん、何？ああそうそう、風呂でいっぱい光合成ね。もう、あの、やはりプロトペットは処分すべきっすね。銀河のゴミ箱 DS ディスポーザーがいいっすよ。ああ、それじゃあ諸君先に言っててくれたまえ。パスワードを入れないと攻撃されるからな。あれは確か、クオクタスティック。ああ、それ、んじゃあ。サグ紹介、げんこつ一発1ボルト。おい、なんだって？おいおい、待ちなよ。それじゃ雇い主を裏切りってことかい？そんなことできっこねえだろ、おい。そんな大金を？そんなにいただけるってんなら、あの盗賊めを裏切るのは当然です。承知でさ、お電話ありがとうございました。てめえら業務連絡だ。新しい雇い主だ。オッケー、パスワード入れて。はい、チェック。はいはい。ああ、おい、間違えんなよ。ロボットは間違えないっす。防衛システム解除できない？待ってる間に何とかしなくちゃ。やあ、諸君生きとるかね。あの、もらったパスワード間違ってたっすよ。そんなはずは。あ、でも、あ、ちょっと間違えたかも。まあいい、会えなくてすまんかったな。新しいコマーシャルを撮っておったのだ。でもさ、大事な。コマーシャル？いい出来だよ、見なさい。メガコープは皆様にご家庭の安全も提供いたすのである。ヤッホー、会長のフィジージェットだ。
今日紹介するのは武器工場メガファクトリー。ガイドツアーで工場見学ができるのである。中に入ってみると、我が社の高性能組み立てボットたちが安全第一に作業をしてある。お子様にはお土産もある。ご家族でぜひおいでくだされ。どうだろう、素敵な発見をあなたに。どうだい、ハンサムに映ってたろそんじゃね。ね、待って、応答願います。どうぞ。メガファクトリーにまだいるかもしれないっす。こりゃピカピカだな。ああ、自分で磨いたんか。生まれた時からピカピカっすよ。おおっと、すまねえな、光り物が好きでよ。ブランド物にだって目がねえぜ。いい趣味ね。えレースに出たいんだけど。ヘルメットはあるな、オーケー。お手軽だろう。今回の商品は特別なブーツだ。俺が欲しいぐらいだぜ。あのカーパンツに似合うかしら。こりゃ最新のデザインじゃねえか。てめえの服にもお似合いだぜ。また来なよ、次の商品はボルトの山だ。お、ゲームに参加するんか。ああ、それがなんだい。いや、聞いてみただけさ。邪魔するつもりはねえよ。俺はまともな商品を売りてえだけさ。愛も変わらず怪しいっす。俺が売ってんのはアリーナじゃ買えねえ、このレビテーターってブツさ。いい買い物しやがったな。うまく使えりゃお慰み。うん、説明書はブラーグ語だ。いらないっす。コネクタ A を見つけて B に刺すで、わかった。自家した瞬間に左腕を折る、うん、で、できた。腕はいいっすね。当然。さあ、メインイベントだ。数々の強敵を葬ったガラクティックアニマル、ロクテッド&ランドセルマシン。凶暴の相手を前に、今回も生き延びることができるのか。さあ、バトルスタート。キャプテンクオーク、ただいまスーパーガラメカの品質チェック中です。パワーハンマーも輝いてます。ラチェットとクランク、おたくらを待っていたのだよ。キャプテンクオーク様の一番弟子がインチキヒーローどもを成敗してくれる。英雄は力尽きた。銀河は涙に暮れるだろう。おのれラチェット、ついてけね、行っちゃおうぜ。待った、ボクチンのヒーローの名を怪我しただろう。償ってくれよ。何をしてほしいっすか。あ、そうだ、おたくらの銀河にクオークグッズ売ってるだろう。ボルトマグネタイザーと交換しよう。ボルトを引き付ける便利なガラメカス。いい出来だ。湿気にやられる前にガラスケースで飾ろっと。アンジェラからラチェットに、秘密チャンネルセブンから呼び出し中。ラチェットだよ。アンジェラ、いい名前だね。以前は悪い名前で呼んでたっす。もうやめて。そうそう、サックが私の空中要塞奪ったから気をつけて。あなたが雇い主だったのでは。もう違うよ、どうやら裏切られちゃったみたい。サックといい、フィジージェットといい、この銀河は一体どうなっちゃ。待った、フィジージェットどうしたの。ああ、そう、メガコープがとんでもないことを。ねえ、これ見て。泣いているビリー君、寒いのかな。お腹が空いた、それとも。嫌だ嫌だ、あっち
寂しい。メガコープの新製品プロトペットはお子様も大喜び、最高の遊び相手です。ボール遊びもプロトペットと一緒、かけっこだってプロトペットと一緒、鬼ごっこで遊ぶのもそうプロトペットと一緒。ビリー君大満足。新製品プロトペット、惑星ボルダーにてフィジージェット氏による無料配布キャンペーン中。プロトペットを売り出すの？凶暴な怪物を売るとは、メガコープは許せないっす。そう、だから私は止めようとしてたのさ。こんな怪物が広まっちゃったら、ガガガ銀河はもうおしまいだと思わない？フィジージェットさんに連絡するっすよ。はぁ、聞いてくれないと思う。でもダメ元で言ってみてくれない？惑星ボルダンに。絶対に止めようぜ。てめえら聞きやがれ。次に踏むのは大きな山だ。メガコープが会長フィジージェットの警護を頼んできた。最近どうやら会長はここが来ちまって目が離せねえんだ。相手は銀河で一番のすっげえ金持ちだから、礼儀忘れんな。チップぐらいもらえかもな。あとな、こいつらの邪魔には気をつけろ。俺は個人的に恨みがあるんでな。だから仕留めたやつにはご褒美にピザが食べ放題、もちろんジュースだって飲み放題だ。行ってこい。音の操作じゃないね。下に入れて。改造したいガラメカを下に入れて。あ、なるへそ、武器の改造屋さんか。そう、お客さんの持ってるしょぼい武器を私が、ちょいと強力な武器に改造してあげようってわけね。やるのやらないの、見つからないうちに早く。なんだ、案内ボットだ。プロトペットを無料で配布中、本日限りのキャンペーン。なんてこった。動くな、逮捕する。なぜすか。決まってんだろ、目撃したぜ。フィジージェットさんを殴ろうとしたじゃねえか。これ偽物。黙れ、けだもの。言い訳は通用しねえ。てめえら二人は新しいプリズンシップにご招待だ。まあ見な。サッグ商会のプリズンシップは、捕虜の皆様の快適さを何より大事に考えております。はじめに身体測定を行い、栄養士が綿密な計算をした上で、皆様の出身惑星に応じた食事メニューを作成いたします。また専属トレーナー付きのフィットネスジムもぜひご利用ください。豊かな監獄生活は健康管理から始まります。囚われていると気持ちがブルーになることもあるでしょう。そんな時にはお悩み相談、人生相談も受け付けております。監獄を明るくするサービスの数々、サッグ紹介プリズンシップ、ふるってお捕まりください。恐ろしいだろ。悪くないんじゃない。ロボタリアン用の食事もあるっすか。もちろん、最高級の。何言わせる。おい、連れてけ。こいつらの船も。何。失礼。周りを隅から隅まで分析したっすよ。逃げ出すための方法は発見できなかったっす。発見したっす。彼女が迎えに来てる。お熱いね。じゃあ行ってくるっす。そんじゃ初デート頑張れよ。わあ、レンチだ。新しいよ。なあ、彼女は置き去りにしてっちゃうのかい。あの子は彼女じゃねえっす。でっかいケツだね。なんじゃそりゃ、邪魔すんなよ。別の銀河でお会いしたっすよね。なぜこの銀河に。壊れたものの匂いがしたんでな、飛んできたんだ。この人に任せれば。しっ、分かっとる。でも自分でしたいんだな、修理は人のためならず。
やっ、何それ。御社知らんのかいね。こりゃ幻のクォークフィギュアだよ。発売中止でプレミアがついてるはずさあね。買わんかね。アンガットさん、また次も来るでよ。どういう意味っすかね。ラチェット、クランク、聞いてくれてるといいけど、サッグ商会の戦艦ドックに潜入中。この船、メガコープの流通センターから帰ってきたみたい。あともう一つ分かったのが、誰かいんのか？にゃお！にゃんこ！と思ったら、何してるんで？ボーイフレンドにお電話かい？時間切れだよ！本部に連れてけ！チキショー！今の見たろ？ええ、アンジェラはモノマネがうまいっすね。で？サッグリーダーは多分猫好き？で、彼女を助けに行かなくちゃ！その通り、答えの一つっす。彼女がピンチなんだ！了解。ナビデータを取り込むっす。サッグ紹介の戦闘機が来てるっす。よし、仕返しだ！多分アンジェラは連れて行かれちゃったんだ。誰か通信回線開けてないかな。一体何なんで、お客さんからの通信かと思え、てめえらじゃ金になんねえよ。ラチェットとクランクだな。いいか、さっさとてめえらの銀河に帰らねえってんなら、俺のすっげえ力で八つ咲きにして。あんな、本当は八つより多いぞ。分かったな。だからてめえらも、もう俺様を探そうなんて考えるんじゃねえ。ああ、いや、考えんのはいい。でも絶対分かりっこねえ。もっと怖がれよ。真夏でもクーラーなしでブルブルってよ。んで、もう分かっただろう。じゃあ、暴よ。後ろにデカデカと映ってたっすね、ナビデータが。行こう、奴らが待つ本部に。そんなにおかしい？なあ、いや、そうでもないか。覚悟すな！大丈夫かい？うん、オッケー。よし、行こう。もしもし、誰か忘れちゃいません？おっと、もちろんねえ、忘れるわけないさ。どうも。先へ進む前にこれ見といて。見張ってたやつから奪ってさ。俺様のビデオ日記第2号。メガコープの流通センターに行ってきた。あいつはひょっとして嘘ついてんじゃねえのか。あそこで山積みになってる大量の木箱には全部プロトペットが入ってんのかもしれねえ。そうでなきゃ化け物どもにわざわざ守らせる理由がねえ。倉庫に積まれた1000万の木箱それぞれにプロトペットが100匹ずつ入ってるとすると、1101001000万億、 3.5 億万匹だ。そんなものを秘密に運ぶ理由は悪事を働いてやがんだ。俺はこれからすぐ奴らんとこに行って分け前を増やしてもらう。これマジな話？ガガガ銀河は危機的状況にあるようっすね。だいたいフィジージェットさんは絶対におかしいよ、あのフィジージェット。そう、私が働いてた時とは別人にしか思えないほどね。おいおいおい、君メガコープで働いてたの？ええ、 DNA 担当。じゃ、プロトペットも？そう、途中でバグが出ちゃったの。あともうちょっとで治ったのに、発売日を早められちゃってさ。在庫を叩くだけで十分っすかね。それは当然。最終的にはメガコープ本社を叩かなくっちゃ。どうやってねえ。私の社員証まだ自宅にあるんだな。別行動しよう。オイラたちは流通センターを叩こう。社員証取ってきて。プロトペットのニュースでもやってないかな。
あのヒーローは今。シリーズキャプテンクォーク最終回です。逃亡中のクォークはもう6週間も指名手配を逃れています。英雄として死んだのか、熱狂的ファンの凶弾に倒れたか、それとも別の銀河に高飛びか、誰も知りません。本番組では視聴者からの情報を引き続き募集しております。うん、終わったね。ええ、次回はロボシェフ。君たち、わしに構わず行くんだ。あ、ごめん、モンスターの仲間かと思ったよ。仲間は知恵を持たず従って悩まぬ。ズバリ、あなたはお悩みのようっすね。モンスターとして生まれながらも高い知能、本能と理性のせめぎ合い、ああ、なんて不幸なんだ。気持ちはわかるっす。私ももともとは戦闘用だったっす。ほう、君にならわしの情報を託せるな。だがその前にちょっとだけボルトを分けてくれんかね。久しぶりの食事ができる。オルゴンシティから街の状況をお送りします。プロトペットの人気は爆発的で、どこでもその姿を見ることができます。プロトペットの開発元メガコープ社では、その人気の原因を生まれつきしっかりしつけをされた DNA 処理と可愛らしい外見にあると分析しています。子供のお小遣いで買えるほどの低価格と驚異の分裂能力によって、銀河中に広く行き渡る日も近いでしょう。では以上、レポーターのダーラでした。あの惑星では人口がかなり減りそうっすね。オイラがすぐ行ってやる。危ない、伏せろ。あ、これは。こんにちは。ラジェットにクランク、おめでとう。私アンジェラさんからのガラクティックビデオメールを配達します。はい、このメッセージ見たらすぐ私の家に来て。見つかったんだ、私の古い社員証。これを使えばメガコープの本社に潜入できるよ。だから早く来て。プロトペットがこの惑星にも来やがったんだ。あ、こんなメールでごめんなさい。ナビデータも送ったからす。メッセージは以上です。ご利用ありがとうございました。アンジェラは気配り上手っすね。ああ、配りすぎてら、マジかよ。マジで彼女ピンチっすよ。お、あ、なんだい、動かないよ。力では解決しない。これ動かせるっすか。わしできるよ。マジ？信じるがよい。岩だとて宇宙の力で一発。じゃあ宇宙の力を一発出してみてくれない。にゃーむーなら、宇宙の力を借りるためムーンストーンを集めるがよい。にゃーむー、約束通りムーンストーンを持ってきたな。今まさに宇宙の力をこの身に貯めておったのだ。すげえ、詐欺みたい。ありがとうっす、とっても助かったっす。言葉の礼には及ばない。むしろもっとムーンストーンを持ってきてくれぬか。リモコナイザーのパーツと交換するぞよ。ねえ、所有は幻想とか言ってなかったかよ。すまん、力を使いすぎたようだな。しばらく静かに眠らせてほしい。あとでな。眠。ちゃんと持ってきたよ。いや、持っておらん。は？存在は幻、感覚は幻、持っててもそれは幻。
はいはい、じゃあ幻のムーンストーンを幻のアイテムと交換してくれよ。また悟ったな、若者。さて、もっとムーンストーンも持ってくれば現実のご利益もあるぞよ。どうすか。だんだん眠くなる。眠くなれ。ああ、お前こそ眠くなる。お客さん、あんた欲しいかね、リモコンライザー。そうだね。パーツ集めな、タダでくんでやら。タダダメだ、金取るよ。うまく使いな。今試しちゃダメっすよ。わあ、綺麗な家。いや、まあ恥ずかしいな、過去の遺産だから。世界遺産みたいな。違う違う、メガコープ時代すっごい給料もらってたんだ。まあいいよ。で、見つけたんだろう、社員証。プロトペットはどう倒そう。これ見て。ママン、プロトペットはどこから来たの。コウノトリさんが運んでくるのかしらね。違いますよ、ロボット奥さん。すべてのプロトペットはここ惑星メガコープの本社工場で生まれるのです。たった一匹のオリジナルプロトペットから分裂して、それぞれに違った名前と誕生証明書が与えられます。その後、皆様に長く愛されるようちょっとしたしつけが施されるのです。なので奥さん、次はこう聞かれたら。ママン、プロトペットはどこから来たの。自信を持って答えてあげましょう。生まれた場所はメガコープ。オリジナルはたった一匹で、それをコピーしてるっすね。その通り。本社工場にこれで潜入してオリジナルを奪い取って。カラオケクラブグルービールーブ会員カード。おっと間違い。これでオリジナルプロトペットの部屋にアクセスして。じゃあ後で。別行動すんの？メガコープの警備は相当厳重。二手に分かれて分散させた方がいいと思う。いい案だ。気をつけなよ。うわあ！了解。ここっすね、オリジナルプロトペットの部屋は。遅れてごめん。すっごい攻撃で。問題ない。間に合ったよ。それじゃ、ロックを開けるとしよう。何か伝えようとしてるっす。毎度、今後ともごひいきよ。私、あなたのスティーブ。スティーブとは、仮の姿。脱毛麻酔も100万個売ったよ。この資金を使っちゃって、いよいよ復活するおなじみのキャプテンクォーク。この銀河の新しいファンを作るために、こいつを使って事件を起こすのさ。なぜ？全く納得いかねえっす。イジージェットさん。うわあ！納得っす。そうかい。すべてはこのバカチンのせいか。説明してあげよう。私がこの事件を片付ける。で、お前を事件の犯人に仕立て上げるのさ。あ、お前たちも。さあ、行っただろう。さあ、本番だよ。皆様、はじめまして。私の名はキャプテンクォーク。この暗黒に包まれたガガガ銀河に、光に満ち満ちた正義を運んできました。光に正義？うわ、
皆様知っての通り、この凶暴な生物プロトペットが銀河中にばらまかれてしまった。でもご安心ください、このキャプテンクォークはついに捕まえたのです。事件の犯人を。実はメガコープを操っていた黒幕はこいつらなのです。あとはこのスーパーホニャララララ私の発明でプロトペットの脅威だってすぐに消え去るでしょう。状況マシーンっての私が作る。ではご覧の皆様、プロトペットをおとなしくさせる調教なんとかの電波を増幅して銀河中に送ります。さあこちらをご覧ください。ママ調教マシーンって本物？壊れてる、直せるとは思う。行こうぜ、取り戻そう。やったね。うわ、うわ、大丈夫、こちら間違いなく本人。クォークに縛られてタンスの中にいたって。翔くん、感謝の言葉もないのであるよ。その言葉はまだ、調教マシーンが飲まれちゃってて。オッケー、どこが壊れてるんだろう。なんだろう、ひと月も調べれば分かるんじゃないか。電池が逆なだけっす。ああ。おや、とことん愚か者である。かわいい。じゃあメガコープの送信アンテナから銀河中に発信してプロトペットを無害化するね。クランク、そうか、オイラが直すよ、約束さ。で、何を一緒にしたいっすか。うひゃー、おお、それはああ、そういえばクォークは？メガコープで働いてるらしいんだけどね。よお、君ら新人くんだね。もうテストはしてみたかい？ゴシゴシマチック。頑固な汚れもこれで一からだよ。その後テストしたのがフルボディワックスマッセン。そのおかげで僕のボディはトゥルットルだよ。これから一年間ピカピカ。どうしたの？じゃまった。テスター23号、マタグライザーのテストを速やかに行ってください。じゃあ行くぞ。君たちいいよ、もう十分だよ。でこれ安全なのかい？おお、そうか、それを調べんだ。おお、もうちょいだ。ああ、